10月15日土曜日午前10時30分頃に高志保の自宅を霊柩車が出発し、みゆきさんが通勤していた道のりを通って出棺いたしました。沿道には多くの方々がお見送りに駆けつけ、FM 読谷スタッフは地域振興センター前にてパーソナリティの皆さん、そして元スタッフらとともに FM 読谷の公式ユニフォーム紫ポロを着用し、一緒にお見送りをしました。同日午後3時からは読谷村老人福祉センター聖羅園にて告別式が執り行われ、家族や親族、そして多くのパーソナリティの皆様が参列しました。会場の方にはみゆきさんをしのぶお花が著名人の方を含め全国各地から届けられました。祭壇には生前のみゆきさんの笑顔あふれる写真が飾られ、今でも笑顔いっぱいのみゆきさんの笑い声がどこかから聞こえてくるような気がしてなりません。みゆきさんの笑顔には人を引きつける力があり、よくビタミンみゆきと周りから愛されておりました。代表いたしまして挨拶を申し上げます。本日はお忙しい中お回答をございまして誠にありがとうございます。あまりの突然の日に戸惑いを感じております。平然皆様方にお祈りをご上場をいただくをまた合わせましたこと、個人になり可愛い深く感謝いたします。今後とも皆様のご指導とご鞭策を賜りますようお願い申し上げます。本日は誠にありがとうございました。一般商工では沖縄県内をはじめ全国各地からみゆきさんにゆかりのある方々が感謝を述べようと、みゆきさんの最後を見送るために多くの方々が会場へと足を運びました。最後は FM 読谷スタッフはじめ多くの方々に見送られ、みゆきさんはご自宅へと帰られました。私たちにたくさんの愛と笑顔をくれたみゆきさん、みゆきさんの笑顔はいつまでも私たちの心の中で生き続けています。